椿だぜ。チカなのよ。はい、磯崎様よりキューティーマヨネーズをいただきました。ありがとうございます。やったぜ、2本セットだ。1人1本捨てるぞ。マヨネーズは飲み物ちゃうぞ。でも説明書に一気飲みこそ名古屋の流儀って書いてるよ。それは説明書ちゃうわ。ありがとうございます。節度を持って吸引いたします。ほやけんすもんちゃん言うとろが。はい、今回のゲームは FF だよ。強引に切るな。つばちか。はい、先生です。ほい、生徒だぜ。今回遊んでもらうゲームを軽くお勉強。本作については知っているかしら。これな、花火大会を見に行った帰りに遊んだ記憶がある。リリース時期から見ても符合する記憶だな。非常に短期間ではあるものの、地元のお店で稼働していたわね。すげえゲーム見つけたって学校で話し回って、翌週の土曜にお店に行ったらもうなくなってたぞ。びっくりするくらいインカム悪かったんでしょうね。なんか韓国のゲームでパクリ満載なんだよな。パクリというか、 SNK 側からの技術供与の一環として効果音のライブラリが供与されているのよ。リュウコの特徴的なポーンって音がそのまま使われていたな。当時の SNK は韓国からの研修生を受け入れて、リュウコやガロープの開発に携わらせていたの。今はサウジアラビアの技術者を支援しているって話もあったな。 SNK で格闘ゲームのノウハウを学んで、韓国で作られたのが本作ファイトフィーバーなの。もうちょっと勉強して帰った方が良かったな。本作はお世辞にも出来が良いとは言えない内容で、基本的にはクソゲー、バカゲーと評される内容となっているわ。だってこれ94年の6月末だろう。2ヶ月後には94が出ちまうタイミングだ。生半可なものじゃ見向きもされないだろう。でもさっき椿さんも言ってたわよね、友達に話し回ったって。いや、それはそのくらいひどかったってことだよ。はい、一見オーソドックスな格闘ゲームに見えて、やべえところはボロボロ出てくるの。むしろまともなところが一つもない勢いよ。そんなに？内容としてはテコンドーの頂点を極め、真のテコン王になるのが目的なの。まあ韓国だし、テコンドーを死なのは理解できる。ラスボスを除けば全員がテコンドー使いなのだけど、ジェイソン・マスクの軍人や原住民、どう見ても中国拳法、果てはバスケマンまで、どう考えてもテコンドー関係ない人がたくさん混ざっているわ。ほら、あれだろ、ファイト全般のことを一般ではテコンドーって呼ぶんだよ。知らんけど、雑な部分としては全キャラが玉持ち、超必殺技は全員がランブ系と各キャラの個性が水の。全員玉持ってるとか。他にも一応 SNK の100メガショックに乗っかっているけど、実は98メガしかなくて100メガ未満ショックと呼ばれていたり、隠しテキストが結構な頻度で文字化けしていたりするの。あと本作では必殺技のことを必勝技と呼称するなど、ツッコミどころは満載なのよ。嫌な予感しかしないゲームだぞ。つばちか。はい、それではゲームスタートなのよ。とりあえず主人公っぽいのを選んでいくのだぜ。最初の対戦相手も選択可能なのよ。じゃあこう言って、日本人女子で。みゆき。可愛くない。初手みゆきはとても正しい選択よ。アホほど強いので後に残すと手がつけられないのよ。いきなり飛んできた。使用した技の名前は顔の下に表示されるわ。よし、弾が出たぞ。うわ、そのケツ強い。うわ、投げられた。ダウンモーション中でも敵で投げてくるので注意よ。リュウコっぽい音。なんか出た。ジャンプ中に斜め下飛びボタンで出る発祥技、スモンか。よ、日本語でお願いします。ヨガフレームコマンドとキックで出るヒョッピョも重要な技よ。弾を打って追いかけるのよ。何言ってるのか全然わかんねえよ。やられた。そのジャンプ引っ張る攻撃が厄介なの。テコンドーだよね。テコンドーなのよ。やった。発音おかしいぞ。ラウンドコールすら何言ってるかわからんのはやばい。技はちゃんと出てるわね。想定の 1.5 倍くらい素早く入力する感じだ。とにかく技が出にくい点もネタにされる部分になっているわ。イヒョッピョが出ない。たまって。あかん。主人公のハンメダル、性能的には両坂崎に近いわ。弾と突進技はわかった。あと空中からの技もあったな。あと3でつけっぽい技もあるわ。コマンドも同じよ。そんなことよりも負けそうなんだけど。技が出ないように CPU がここど強いのよ。負けた。全然ダメね。あんたじゃ無理だ、私が変わるとでも言ったそうな顔だね。あんたじゃ無理だ、私が変わる。やったぜ。近づば。
地下ツバ。というわけで選手交代。こうやって位置が変わるのは地味に初めてだな。余談ではあるけど、私たちの立ち位はこの向きが正しいのよ。左右反転することを考慮してジャージのロゴマークは消したんだよな。はい。というわけでオープニング視聴の儀。このおじいちゃんはラスボスなのか。中ボスね。キャラ選択画面にはいるけど、通常のモードでは使用できないキャラなの。こいつを倒すとラスボスが登場するって内容になっているわ。まあ知ってるんだけどね。なんで同キャラなんだよ。はい。それではゲームを開始していくわよ。普通に全部やってると尺がやべえので、1キャラ1試合程度に走るわよ。主人公っぽいの使うんだな。ぶっちゃけ他はよくわからないわ。所詮はみゆき。こいつは早めに潰さないと危ないのよ。ここの見どころは在来線の駅を5両編成の新幹線が通過するところよ。どんな新幹線だよ。最終戦のみをお届けいたします。なんやかんやで1本取られてる。あざだとにかく未来ゲームなの。久しぶりすぎて入力に順応するのに少しかかってしまったわ。変なキック。反動劇が弾を抜けてくるわね。謎の連続キックだけど、これはただの強キックなの。引っかかれてる引っかかれてる。チャムチャムの3倍は在。弾を打つと敵は総裁を狙うの。そこに行きましょう。全キャラ弾を持ってるから打ち返してくるのか。弾の硬直はそこそこ長いので、目の速い突進技が刺さるっていうんですね。倒したな。弾の性能はおのおの違うの。中には硬直が極端に短いやつもいるんだけど、そういうやつにはスモンカが刺さるのよ。なんかあの上から行くやつ。えらよった。空耳としてはえがった。下手くそなどいろいろあるのよ。やった。これでまた王座へ近づいたぞ。ちなみに勝ちゼリフはこの一つの実なのよ。マジかよ。お次はドイツのテコンドー、ロッペンハイマーさん。元西ドイツの特殊工作員なのよ。どういう経歴だよ。今は酒場のマスターなのよ。弾打って、イヒョッキョ。イヒョッキョが弾を抜けるんだな。やめや。全員似たようなことしてない。弾と突進。あかん、技が出ない。スモンか。削り消えようかな。勝てばよかろうなのだ。えがった。お次はボルリオ。ブラジルの先住民なの。地球環境保護の重要性を訴えるために大会に参加したのよ。この人、人生のどこでテコンドーと接点があったんだよ。細かいことは気にしてはいけない。弾打って、ヒョッキョ。すかされた。大抵のことは弾が解決してくれる。スモンか。この手の技は強い。弾打って、ヒョッキョ。ガードされた。こいつもまだ突進を使ってくるのよ。風車撃だって。スモンか。弾打っていく。ヒョッキョ。ええ感じ。黄金パターン。お次はチンと。中国拳法とテコンドーをミックスしたファイトスタイル。ミーリンチーかな。そこはせめてワンテコン。タンタンタン。あかん、むちゃくちゃやってんな。投げる。派手だけど通常投げなのよ。アニメーションパターンを消すっただけだわ。謎のにヒット。落とした。弾打って、追いかける。あかん。どいつもこいつも平気で弾抜けてくるやん。空中迎撃。弾で押していく。あの連発はとても危ない。はい。ここでボーナスゲーム。瓦割りか。やってることはリュウコの氷柱割りと同じよ。とにかく連打するのよ。結構長くね。大丈夫、どっかの腕相撲ほどは辛くないわ。おりゃ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 。ふんす。お疲れ。足りた。満タンじゃなくてもOKなんだな。お次はキム君。見ての通り主人公のコンパチ。設定上はライバルキャラよ。 KOF に登場するジョン君のモデルだという話もあるわね。似てるの名前だけじゃないか。むしろ両坂崎に似てるぞ。やることは同じなのよ。シンヨイか。隙だらけである。イヒョッキョみたいなことしてる。基本的には似た感じのキャラよ。今の技はどっかの忍者の技だろ。
キム風を象徴するデコン技なのよ。どう見ても忍法降臨火山です。まあ同じヨウジオなので多少はね。カード同じでもメーカー違って茶まずいだろ。キャッシュは開いてないので別物。めっちゃたまってくるやん。ちょっと手がつけられない。うはやばいやばい。こういう時こそ平常心、無理な解決を望んではいけない。アホが好きだらけじゃ意外と減る。根性値なんてものはない。お次はニックコマンドーさん、アメリカから。絶対テコンドー関係ないやろ。ナンバーワンに関わりが強い軍人さんで、テコンドーでも自分がナンバーワンであることを証明したいのよ。テコンドーの大会に出ているのだから、テコンドー使ってるに違いない的な。相撲も昔々はルルム用の残虐ファイトだったっていうしね。この人、手榴弾投げてるけど大丈夫？気を固めて手榴弾っぽい形状にして散らす技かもしれない。気なら仕方がない。ヒットしても爆発したりはしないので、パイナップルとか松ぼっくりかもしれないわ。爆熱弾って書いてるけど。はい、本作に登場する必勝技は全て漢字表記となっているわ。国籍問わず質問か。こいつは弾の性能が高いのであんまり打ち合っちゃダメよ。安定の質問か。弾を重ねておく。あの状況からでも弾を弾で消そうとするんだな。起き上がりに重ねると結構当たってくれるのよ。 A 漢字に重なっていればひょっぴょが連続技踏みになるわ。踏みかよ。ノックバック中は無敵なので連続技は基本存在しないの。場合によってはノックバックの最後の1フレームくらいに無敵が切れるので、そこにバッチリ重ねればつながる感じね。同キャラ対戦はさっくりとカット。登場の仕方よ。はい、これもまたどこかで見たようなボーナスステージ。瓦割りも含めてストワンじゃないか。妙に時間が長いのよ。ほんとだ、1分あるのか。お次はマジックダンカー、アメリカよ。どう見てもテコンドーではないだろ。キャラ解説のところを見る限り、バスケ選手の格好をした黒人男性として書かれてないの。そっか、だったらバスケが好きなだけのテコンドー選手かもしれない。中学生くらいの時、バスケなんてしないのにバスケットシューズ履いてウロウロしてたでしょ。スラムダンクがとても流行っていたからね。こいつはダンクシュートっぽい飛び道具が好きだらけなので、弾で弾を刺さって適当に飛び込めば OK よ。直撃食らってるやんか。 A 漢字の距離を維持するのが大事。言い忘れていたけど、本作は従来の格闘ゲーム同様、同じボタンの通常技でも距離によって異なる技が出るの。遠距離と近距離だな。ストレートとアッパー的な。本作では中距離技という概念も取り入れているので、パンチ一つでも3種類になるのよ。オープニングの爺様だな。マスタータイクック、韓国よ。タイクック？書籍やゲームのインストカードにもそう書かれているのだけど、ハンドルのアルファベット表記を日本語読みした和食なの。正しくはグーになるわ。デモの発音がトテブーにも聞こえた。そしてこいつがほほど強いの。トリッキータイプかな。遠距離パワータイプよ。うは、なんか手を伸ばしてるんですけど。キャッチされるのよ。キャッチされた。挙動だけ見てるとキャミーっぽいことしてるな。そんな可愛らしいもんちゃんと。うは、あの直立で切って技がやばい。とにかくやばい。上に消えて降ってくる技だな。挙動的にはサムスピの忍者が使ってるっぽい技だ。そんな生優しいもんじゃないわ。出が早い上にガード負荷攻撃なのよ。出の早いガードってそんなんインチキだろ。はっきり言ってインチキなの。使わないでくださいってお願いするしかないのよ。どないせえ言うんじゃボケ。これはひどい。とんでも無理。お祈りすることしかできんのか。死んだ。ほんまこいつ普通のキック切れそう。はい、幾度となく負け続け、やっと掴んだ久々のチャンス。本作はコンティニュースにスコアがリセットされるタイプ。スコアアタックを考えると自然な形ではある。いいぞ、打ち合いに付き合ってくれてる感じ。この草からしゃがんでると弾が当たらないのよ。せめてガードくらいしょ。あかん。決死のジャンプキック。いいぞ、ダウンからの置き攻め逃がすな。ちょーい、手長すぎ。あかん、あかんって。どうするどうする。こいつほんま安心できる距離がないのよ。チャンスだ。この感じいけるわ。たまにナイスカウンターだ。スモンか。手強い相手だったわ。ラストじゃないんだよね。
あまりの嬉しさに発言もバブルは、いや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 、バイトフィーバーではよくあること。テキストがはみ出していたり、漢字がバグってるなんて日常茶飯事なのよ。テコンチャンピオン、コングラチュレーション。一見するとエンディング組なところに挑戦者現れなのよ。手紙だ、どういう角度？ランドストーカーバリに脳がバグる飛び方。さっきはその赤い封印はなかったよね。気にしない気にしない。空手というファイターが立ちはだかっているだと？文章おかしいのかと思えば、差出人の名前が空手さんなのよ。だったらしょうがないな、空手というファイターだわ。ケンジ。空手さんのボイスは水まさきさん。それって覇王丸の人だろ。 SNK の格ゲーでは多くの声を担当しているわ。両坂滝やライモン五郎、服部半蔵にアスクエイキも相用。全然戦えてるじゃないか。こいつはたまに反応して満月顔を出すの。結構隙だらけなので付け入る隙は十分にあるのよ。お前それ空手の格好じゃねえよ。最強のラスボスに日本人を配置するってのはある種の配慮なのかしらね。開いた。これには触れてはいけない。完全無敵の疑い。ガードしてキック。いひょっぴょ。ちょっと危なかったけど一勝だ。序盤の貯金でなんとか濁し切った。この人は無限の動画でよく見たわ。ウルトラバックドロップには要注意よ。空手を何だと思ってやがる。テコンドーも大概なのです。いひょっぴょ。ジャンプキック。おい、もう一丁。えいよえいよ。ハマってるな。違う、そうじゃない。十分すぎるリードは稼いだぞ。あとは隙を見て一発入れれば必要。スモンか。勝った。ファイトフィーバー感。マスターテブーにボコボコにされたものの、他は案外普通に攻略できちゃったな。原則として1に弾、2に突進。これができればなんとかなるの。8割くらいの精度で技が出せればクリアは一気に近づくと思うわ。テブーには通用しなかっただろ。そこはお祈り。信仰心が問われるのよ。信仰心は運をストックするポケットちゃうぞ。そしてエンドロール、気になるクリエイターの名前はあるかしら。読めんわ。エンディングは全員共通のものが流れるの。戦いの後を描いた一枚絵だな。全員分出るのは斬新だけど手抜きだよな。無事にクリアできたところで雑にレビューしてちょうだい。それチカちゃんの仕事でしょ。確かに。そうね、格ゲーとしてのパッツは揃ってるの。オーソドックスなシステムに SNK 御用達の超必殺技。超秘見てないけど。出ないのよ、とにかく出ない。コマンドレスポンスの悪さははっきり言って絶望的なの。対戦ツールとしては機能しないゲームだと思うが。良くも悪くも昔のゲームって感じはあるな。コンボが意識されてない点からも、参考にしたのは初代龍虎の剣や画廊伝説2の時代ね。研修生は実際その2タイトルに携わっていたんだろう。とはいえ本作は94年のタイトルなのよ。サムスピやガロステも参考にできたと思うのよ。そう考えるとどうしても見劣りする部分は多いわ。地下唾。地下唾。レビューの続き。お世辞にも良作とは言えない内容で、稚拙な部分が目立つ上に操作性の面でもストレスを感じる作りなので、クソゲーと評するのは簡単なの。それでもどこか惜しいと感じてしまう側面は持っているタイトルね。この人、片言の日本語喋る外人には甘い傾向があります。操作レスポンスがもう少ししっかりしていれば、そこそこ遊べる内容に仕上がっていたとは思うが、ただ、時代が時代、連続技がもてはやされていた時代だけに、作りが前時代的であると言わざるを得ない部分もあるわね。ちゃんと動いても、地味だと言わざるを得ないな。対戦プレイが主流になっていた94年にこれではさすがに厳しい。競技性という面ではまだまだ発展途上の時代ではあるのだけど、本作は対戦格闘ではなく格闘ゲームの時代にとらわれているわ。一言で言い表すと、ツッコミ待ちのバカゲー。そういう意図はなかったと思うよ。結果的にそうなってしまったのよ。マシュマロ一つ聞けた。ツバチカの中の人は YouTube をなりわいとされているのですか？そうね、なりわいにしたいね。そのためにはもっともっと頑張らないとね。中の人はいわゆる介護離職、親の面倒を見ながら空いた時間に動画作ってるのだぜ。みんなも親は大事にするのよ。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると
干し芋やマシュマロを投げられるわよ。干し芋は Amazon の干し芋のリスト。何かご支援いただければこの辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれません。マシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ。動画のコメント欄でも全然大丈夫よ。というわけで最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。ちかちゃんちかちゃん、今日の晩ご飯は何？余り物で肉じゃが作る予定なのよ。やったぜ、早速マヨネーズの出番だな。ええ、いや、普通かけるよね、マヨネーズ。肉じゃがの話よね。そうだよ。